皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、プラザで買える注目の新作コスメレビューということでやっていきたいと思います。プラザでしか買えないようなアイテムとか、先行発売してるアイテムだったり、発売前のアイテムもあるので、コスメなんか欲しいなと思っている方とか好きな方はぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まず一つ目、こちらアルムのファンクショナルモーニングクリームです。こちらはプラザで限定発売になってます。プラザでしか買えないですね。保湿クリーム、化粧下地と書いてあるんですけど、パッケージの裏にもある通り、スキンケアと下地とトーンアップと UV ケア、1本で4つの役割を持っている朝用の多機能クリームになってます。かつ紫外線吸収剤を含んでいないノンケミカル処方、石鹸オフもできて、お休みの日のメイクとかにもとってもおすすめです。ちょっと出していきます。匂いは特にないですね。ちょっと鼻詰まってるけどないと思います。こんな感じ、若干白っぽく見えるんですけど、伸びは結構いいです。パサつきとかもなく、しっとり伸びていくような、こう引っかかりとかもないようなテクスチャーをしています。すごい嘘つきました、ごめんなさい。ちょっと香りついてました。ウォータリーロータスの香りっていう風に書いてあるんですけど、そんなに一瞬気づかないくらいの控えめな香りだと思います。はい、今こっちに塗ってみました。まずですね、質感がちょっと違うの伝わりますかね。こちらの方がツヤが足されていて、透明感があるような、ちょっとみずみずしいような感じに見えています。よく見るとちょっとだけこっちの方がトーンアップしているんですけど、本当にさりげない感じ、自然なトーンアップなので浮いたりすることはないし、肌トーン問わず使いやすいかなと思います。トーンアップっていうか、本当に肌が綺麗に見えるっていう感じです、自然な範囲で。では実際に顔の半分に塗ってみます。伸びはすごいいいですね。で、しっとりしてます。それこそこれからの季節に使いやすいようなテクスチャーです。はい、こっちだけ今半分塗ってみたんですけど、多分手で見せた時よりも今の方が塗ってないのと塗ってるので違い伝わりやすいと思います。白くなるってわけじゃなくって、ほんのりトーンアップ、透明感出てる感じが伝わりますかね。で、スキンケアの時でもやっぱりツヤはあるけど、さらにこうつるんとしたようなツヤが肌に生まれます。こちらがまだほんと何もしてないすっぴんなんですけど、それと比べるとツヤが出るっていうのもあって、肌がちょっと綺麗には見えるんですが、かなりナチュラルだと思います。それこそこの上からファンデとか重ねていった時もちゃんと素肌を残してくれるような仕上がりになってるので、ナチュラルなメイクがお好きな方にすごくおすすめです。お肌自体もかなりしっとりしているので、乾燥肌さんにもすごくいいと思うし、やりすぎ感なくね、お肌をちょっと明るく見せたいなっていう方にもとてもおすすめです。あと本当これくらいだったら多分メイクしてる感っていうのがかなり出にくいので、スクールメイクとかでも使えそうかなと思いました。 UV ケアもできるから、これ1本塗って出かければ綺麗だね、でもすっぴんだよねみたいな感じをちょっと出せそうな気がしました。全体塗ってきますね。はい、顔全体に塗れました。不思議ですよね。さっきも言った通り、そんなにすっごいカバー力が高いわけじゃないんですよ。だけど全体に塗るとやっぱ全然違うくないですか。ちょっとしたこのくすみを隠してくれるのだったり、肌のこのツヤ感を出してくれるのだけでも見え方ってすごい変わるんだなって思い知らされました。だからほんと自然にやった感なく肌を綺麗に見せられるクリームになってます。それでは次、こちらアピューのスキンケアウォーターロッククッションです。こちらは10月30日にプラザを含む4社で先行発売となってます。こちらはツボクサエキスやナヤシアミドを含む美容液成分が 60% 以上配合のクッションファンデになってます。パッケもなんかピンクで可愛いし、中はこういう感じで一般的なクッションファンデの形状をしています。今回ですね、この今手に塗ってる21号と23号両方あるので見ていきたいんですけど、その前に香りはなんかハーブみたいな香りがします。すごい爽やか系、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、塗った瞬間はちょっとみずみずしい感じ、ただ最後馴染ませた後はちょっとサラッとするようなベタつきのない仕上がりになっていて、質感としてもセミマットな感じになってます。ちょっと指で分かりやすくのせてみたんですけど、21、23です。私は多分意外とどっちも使えちゃう気がするんだけど、顔と浮かないのだったら23のがいいかもです。結構明るめかな。さらに伸ばすとこんな感じです。ちょっとまず21号から使っていきます。そうですね、やっぱりみずみずしさがありつつも結構セミマットな質感にすぐなってくれるし、めちゃ密着する塗り心地をしています。マシュマロ肌っぽくなるというか、マスクとかにもすごいつきにくそうな感じがしますね。
はい、21号だけ塗って、こっちはまだ下地だけです。比べると明るくなってるんですけど、全然使えるし、むしろ普段使ってるくらいの色かなと思いました。シェーディングとかやるともう少しここも馴染んでくると思います。で、セミマット仕上がりなんですけど、下地に使ってるものがやっぱりちょっとツヤ感があるので、今の感じだとちょっとこの辺とかは光が集まるように見えてると思います。このクッションファンデ自体の仕上がりとしてはセミマットなイメージです。今これが下地だけの状態、ファンデ塗った後がこんな感じです。やっぱね、ファンデ塗るとさらにカバーされているような感じにはなってると思います。カバー力としてはちゃんとあるけど、でもちょっとナチュラルな感じが近いかもです。ハイカバーとナチュラルの、まあ、間くらいのイメージですかね。程よいカバー力があるような仕上がりになってます。ちょっとこっちは23号を塗ってみたいと思います。多分正直どっちもいけるみたいな、そんな感じになると思うんですけど、はい、こっち23号塗ってみました。21、23っていう感じです。言われてみるとちょっとこっちの方が落ち着いた色味に見えてますかね。もうどっちも正直使えそうです。自然に仕上げたかったらこっちだし、透明感、トーンアップより出したかったら21号っていう感じかな。ちなみにこっちも近くで見るとこんな感じになってます。やっぱ綺麗ですね。だいぶ変わりますね。で、サラッとしてるのでマスクにつきにくそうだなと思ったんですけど、箱見てみるとマスクにつきにくいテストをクリアしているみたいです。はい、それでは次こちら、エテュセのアイエディションブローライナーとブローマスカラです。これに自眉の濃さを抑えてくれる5番のアッシュオリーブというカラーが登場しています。そもそもですね、エテュセのアイブローシリーズってちょっとあんま他にはないようなアッシュ系のニュアンスカラーになってて、抜け感が出るんですよね。それも特徴なんですけど、その仲間としてオリーブ系のカラーが出ています。まずブローライナーに関してはクリアし式のアイライナーで、しかもこれが軽かな、ちょっと三角のような形をしていて、すごい描きやすいです。カメラには映らないけど、よーく見ると2層になってて、色の濃い方が滑らかな芯、ちょっと淡い方がパウダリーの芯で、それが2層なんだけどこの1本に入ってます。なので普通に描くとちょっとこういう感じで濃い方と薄い方みたいになるんですけど、何度か描いていくとこういう感じでふわっとした線が描けるのが特徴です。反対側はスクリューブラシがついています。で、これウォータープルーフ処方で落ちにくくなっていて、アイブローマスカラはですね、少しこう小さめのブラシになっていて、ちょっとね、先細りなんですよね。なので自然な眉の流れを作ることができます。で、色はこんな感じ。オリーブと言いつつちょっとブラウンさも強いので、すっごい自然に使いやすい感じになってますね。ちなみにペンシルが2層になってるっていうの、こんな感じです。これ別のカラーのペンシルなんだけど、こっちの方が色が分かりやすかったのでちょっとお見せしてます。オリーブの方もこういう風に実は2層になっています。ちなみに既存のアッシュ系カラーと比べるとこんな感じです。2、3、今回の5番、比べると一番ちょっとダークっぽさが出ますかね。今回の5番が若干グレイッシュな感じがあるというか、並べてみるとやっぱりオリーブ感がありますね。ちょっと使っていきます。はい、一旦ペンシルだけで仕上げてみましたが、こんな感じです。めちゃめちゃ自眉に馴染みます。思ったよりそんなにオリーブっぽさ強くないので、やっぱり使いやすいです。黒髪の方とか髪色暗い方に多分すごい合うかなと思ってて、とはいえ私も髪の毛染めてるけど別に浮く感じはないし、自眉と馴染みつつも少し明るく柔らかく見せてくれるような仕上がりになります。今日はこの後眉マスカラも使うんですけど、別に使わなくてもなんか自然に馴染んでくれてるなっていう印象です。でもちょっとこの眉マスカラも使っていきますね。エテュセの眉マスカラはあんまり眉毛をね、こうパリッと固めないので、眉のその質感としても自眉っぽく仕上がってくれます。これでビフォーアフターなんですけど、やっぱ塗るとちょっと変わりますね。明るくなるとかじゃないんですけど、さらにペンシルと馴染むような感じ、けどちゃんとこの自眉感があるから、あからさまな塗りましたみたいな感じになんないですね。ちょっと塗っていきます。はい、両方とも塗れました。黒じゃないのにこんなに自然な感じのナチュラル眉毛になるの久々かも。めちゃめちゃいいです。うん、髪の毛暗い方にぜひちょっと使ってみてほしいかも。それでは次こちら、明けから可愛いですが、こちらクリオのシェード&シャドウパレットです。すごい豪華ですよ。これがまず1番からの2番、こんな感じです。これどちらも数量限定品になってます。全部で1つのパレットに12色入ってる多色パレットなんですけど、テク
スチャーもすごく柔らかくて簡単に目元に陰影を作れるパレットになっています。でマットテクスチャーからちょっとパールだったり大きめのラメだったりとかいろんな質感が入っていて、アイメイク以外にもアイブロウに、まあ、この辺とかすごい使えそうですよねっていうのできたりとか、あとハイライトに使ったりチークやシェーディングにもこれ1個で応用できちゃうアイテムになっています。まあ、一言で言うと本当マルチパレットですよね。旅行とかで持ってくのもすごい良さそうだし時短にもなるかなと思います。スウォッチを見ていくとまず1番から見ていくと本当にねパッと見でも使いやすいブラウン系のカラーがメインにはなっているなっていう感じで、手に出すとこんな感じなんですけどちょっと分かりにくいですかね塗り方が。ここの3色が、まあ、こんな感じ。こことか結構しっとりしているしハイライトに向いてそうな質感です。でこの上の9色が、まあ、ここですよね。こんな感じです。なんとベーシックです。ただブラウンの中でも濃さだったりとかが全然違うので目元の影作るっていう意味ではかなりこだわることができそうです。で2番の色は全体的にねピンクっぽいんですけどローズっぽいカラーやブラウン系カラーもあって目元に陰影も出しつつ血色感を出せる配色になっています。まあでも手に塗ってみるとピンクよりちょっとローズっぽさが強いですかね。こんな感じのカラーと血色部分はこんな風になってます。なんか全体的に温かみもあり色っぽさもありすごい可愛いですよね。第一印象だと私はこっちの方が結構惹かれるカラーが多いかも。目元に両方とも塗っていきたいと思います。ではまず1番から。はい、両目とも塗れました。どちらがお好みでしょうか。まずブラウン系やっぱしっかりね目元のこの影っぽさ彫り深な感じがちゃんと出てきます。マットだけだとやっぱりちょっとなんか涙袋のあたりとか物足りないなって思ってしまうのでそこであったこのラメがすごく可愛くてよかったです。デイリーでもいいしちょっと濃いめのかっこいいメイクの時にも多分使えるので万能なシャドウですね。で2番はこんな感じです。これは本当にここに使ったピンクラメがめちゃくちゃ可愛かったです。やっぱりまあ使う場所にもよるんですけどちょっとこうピンクメイクローズメイク感が出るので華やかさがさらに出てきますね。ちょっと離れるとこんな感じです。結構こっちはかっこいいかも。眉毛のあの効果もあると思うんですけどでもやっぱ私はこっちのが選ぶとしたら好きかな。柔らかい感じも出る気がする。では次そのままこちらエピソードビューティクスのカラーリキッドアイライナーというものです。これは11月6日までプラザで先行発売しています。こんな感じで芯がフェルト芯になっているんですよ。なので柔らかさとかは結構あるんですけど安定した描き心地になってます。目尻とかまでしっかり描けるようなものになっていて今なんとなく出した色だけどすごいこれ青いですね。描き上がり見ていただくとすごく乾くのが早くてもう全然こうピッてなったりとかもしないんですけどにじみにくいからこそ、まあ、目元ってどうしてもまばたきとかで動くパーツになるのでそういう場所にもしっかりフィットしてくれます。このカラーも長時間汗にくいしかつ普通のクレンジングで落とすことができるものになっています。カラーが今4色あるのでちょっと見ていきますね。はい、どうでしょうか。全部なかなか個性派なカラーしてるんですけど私ねあんまりいないんですけど推しがいる方とか推しカラーとかでこの色あったりしますか。ここまで発色がいいアイライナーこそ珍しいなと思うのでカラーメイク楽しめる感は満載ですね。であとこれ中身のこと言うと美容成分配合で目元ケアができるようになっています。今日は5は使いたいなと思っててもともとこれ可愛いなと思ってたんですよ。5と1とかで行ってみようかな。でまず5番から。どうでしょうか。分かります。こうやってやれば分かるか。意外と普通にしてると馴染みます。でも分かります。肉眼だとアクセントで入れてるなっていうの分かるからすごい可愛いと思うし今日ちょっとブラウンにしちゃってるけどオレンジとかと合わせたらさらに映えそうですね。でやっぱね乾くのがすっごい早いです。1番もいきます。あのラベンダーみたいなカラーです。
なんか目元に結構ラメ使うの好きな方とか映えそうじゃないですか。意外とさりげないかも。可愛くないですか。ピンクでも合うけど、もっと薄い感じのピンクとかラベンダーメイクに合わせたらさらに映えそう。同じブランドからアイブロウペンシルも出ていて、スリムアイブロウライナーっていう名前なんですけど、同じく11月6日までプラザで先行発売です。これも一緒に紹介していきます。繰り出し式になってるんですけど、ちょっと丸っぽいような芯になっていて、反対側はスクリューブラシがついてます。カラー展開はこんな感じの3色なんですけど、全体的に比較的落ち着いたカラーになっていて、髪の毛暗い方にすごくおすすめです。3番が多分一番暗いんですけど、1と2も割とナチュラルなカラーだなと思いました。で、ウォータープルーフ処方で保湿成分も配合されています。今日は2番で描いてみますね。で、芯はまあめっちゃ細いわけじゃないんですけど、やや細めで描きやすいし、この芯自体にも程よい柔らかさがあるので軽いタッチで描くことができます。柔らかすぎず硬すぎずみたいな、ちょうどいい質感です。はい、こんな感じです。うん、いい感じですね。パウダーとか使ってないんですけど、スクリューブラシでこの辺ぼかしながら描くと意外と自然な感じに、すごいナチュラルな感じに仕上がりました。最後に同じブランドからアイブロウフィクサーっていうものが出ていて、まあ眉マスカラではあるんですけど、こんな感じで見ていただいて分かる通り色がねつかなくて透明なんですよ。毛流れ整えてツヤを出せるっていうものらしいので、ちょっと仕上げとしてこれを使っていきます。ペンシルと同様にこれも保湿成分が配合されているみたいです。で、あとウォータープルーフかな。眉の量がね、もともとすごい多い方とかだったらこういうのだけでも結構変わりますもんね。で、割と液はサラサラな感じ。はい、できました。なんか眉毛が固まってそこだけ濃く見えるとかってこと割とあるので、そういうのをばらけさせたりとか、この位置にいてほしいんだよっていう部分に毛を操作するみたいなことを今の使うとすごくやりやすくなります。で、仕上がるとこんな感じです。次がですね、またアイシャドウを紹介したいので一旦ちょっとこれ落としちゃいますね。はい、では次こちらです。アンドビーのパレットアイシャドウがリニューアルしました。もともとあったものがこちらです。中身の量自体もだいぶ増えているような印象なんですけど、色味が今回サンドブラウン、これもサンドブラウンで、あ、すごい似てますよね。カッパーブラウンっていうのが出てます。カッパーブラウンっていう名前のものは前の商品にはなかったです。このアイシャドウの特徴としては、パール、メタリック、ベルベットとマット、異なる質感が入っていて、例えばサンドブラウンで言うとしたらベルベット、メタリック、ベルベット、マットだし、カッパーブラウンで言うとしたらパール、メタリック、メタリック、マットになっています。ちょっと粉質の違いが知りたくて、今これ両方サンドブラウンなんですけど、新しい方と旧品になります。色の発色自体とか色の見え方は同じだと思うんですけど、質感全然違いました。芯の方がだいぶしっとりしてます。本当に粉っぽさがなくって肌に密着するし、かといってクリームだったりとかジェルみたいな質感では全然なくって、パウダーなんだけどもうすっごいしっとりです。割となんかもう触れた瞬間にもそのしっとり感わかるし、のせた時も全然飛ばずにふわーっと色づいてくれます。これが今真のバージョンなんだけど、滑らかなテクスチャーしてます。本当になので、かなり前使ってたやつと比べても質感としては変化があると思います。2つのパレットどちらとも出してみました。今サンドブラウンとカッパーブラウンで出してみました。こんな感じです。系統としては似ているところがあるんですけど、サンドブラウンの方がちょっとマスタードとかテラコッタっぽいようなカラーが特徴になっていて、カッパーブラウンはゴールドとかもありつつ赤みっぽい配色が特徴になっています。このカラーも天然色素のミネラルのみで作られたものになっているし、かつアンドビーの商品って結構そうなんですけど、界面活性剤、紫外線吸収剤、合成着色料、合成酸化防止剤を不使用にしています。今日はちょうど1個ずつこういう感じで塗ってみます。まずサンドブラウンから。
い、仕上がりました。どうでしょうか。こちらの方がちょっと黄色っぽさがあって、こちらの方が赤みっぽい感じがあると思います。本当にすごくしっとりしてるので、まぶたの上でも粉飛びしにくいし、結構好きな方が多い質感だと思います。色味として結構秋っぽい感じの印象になるので、今の季節だったりとかすごくぴったりだし、赤みっぽいメイクとかしっかりカラー感のあるメイクしたい方にすごくおすすめです。おしゃれっぽさとすごい色っぽさが出るカラーになってます。そしてマスカラ付き使ってきます。こちらオペラマイラッシュアドバンストのマスカラに新色モカブラウンが登場しました。お値段が999円で、買えるのにお湯オフできてにじみにくい高機能なフィルムマスカラです。意外とね、プチプラのマスカラ優秀とはいえ999円で買えるってそんなないんですよね。中身はこんな感じです。ブラシがスリムなのと、結構ね、目で作業する場所から手の位置が離れる、柄が長いので、だからこそ作業しやすいです。カラーはこんな感じになっていて、ブラウンなんですけど、明るすぎなくて程よく深みがあるので、ちゃんと目元の強調にもなるし、まつげをしっかり際立たせることができます。かつ繊維が入ってないんですよこれ。でもしっかり伸びるし、繊維落ちで目が痛くなったりとかもないので、初心者の方にもすごくおすすめです。では塗っていきます。液はちゃんとつくけど、ダマにもなりにくいですね。はい、こんな感じです。今こっちだけ塗ってます。こっちビューラーだけです。なんかやっぱ黒ほどのパキッとさはないんですけど、ちゃんとまつげはね主張できるので、目力は出るけど柔らかさも出るみたいな、そんな仕上がりになります。結構盛れるっていうのも嬉しいところですね。ビューラーだけの方もまつげは上がってるけど全然違うと思います。結構ね、私はまつげめちゃめちゃあるないで顔が変わるので大事なんですけど、すごい使いやすいです。アイライン太いとか、アイシャドウがめっちゃ濃いとかだとなんか似合わないんですけど、まつげだけはバチバチに上げちゃってもそんなに違和感ないなと思ってて、まつげをしっかり盛るの結構好きなんですよね。はい、両目とも塗れました。こんな感じです。はい、では次こちらです。気になってる人も多いはず、 B アイドルのワンモアペンシル、10月の26日から発売予定です。こんな感じでアイラインとかと比べると少し太めなペンシルタイプのリップなんですけど、一塗りで唇の輪郭とかを整えることができるアイテムになってます。で、今色紹介しようと思って手に出してみたんですけど、すごく柔らかくてふわふわした質感をしています。で、1番と2番で出ていて、ちょっとピンク系とオレンジ系ではあるんですけど、ナチュラルなのでなんかどんなリップの下に仕込んでおいても使えそうですね。パキッとくっきりしすぎてない、なんか縁がこうふわふわっとぼけるような質感をしているので、すごく自然に仕上がりそうです。ちょっと使ってみます。柔らかいので痛さとかは全然なくて、すごいスルスルかけます。こんな感じです。わかりますかね、めちゃめちゃ綺麗に縁取れてるのが。パキッとさせてもいいし、ちょっとこういう感じでぼかしてふんわり系に仕上げるのもどっちでも全然できます。すっごいこれあと落ちにくいので、あのリップの色聞いちゃう人とか混んでおくのすごいいいと思います。あと上はオーバーリップにするとこの間が狭まって顔も結構キュッとして見えるので、そういうのもやりやすいですね、細いので。こんな感じです。中は塗ってないんですけど、それでもなんかちょっと唇が魅力的になった気がする。自然な発色ではあるんですけど、ティント処方なので本当に落ちにくいです。はい、2番も塗ってみました。こっちのが私は馴染むかも。色が薄いって思うかもしれないんですけど、他のリップと合わせて使うって思うと縁が濃いと浮くので、これぐらい薄い方が本当にいろんなやつに合わせやすいと思います。ピンクもそうですけど、で、あとなんとなくこうやってパッパーってやると全体に広がるので、それはそれでこの状態でも可愛いかもです。あのこの後紹介する別のリップを今内側に塗ってみたんですけど、ほんとあるとね、メイクのレベルが一つ上がるようなアイテムかなと思います。もう一個こちらのスポットハイライトの方を使っていきたいんですけど、スティックのねハイライト結構あるんですけど、ペンシルのハイライトってそんな確かになかったなと思ってて、わかりますかね。3番4番です。3番のがちょっと白っぽくて、4番のがゴールドっぽさがあります。これもウォータープルーフ処方になっていて、描いてから数分経つとピタッと密着してよれにくいものになっています。光沢感がすっごい綺麗ですよね。確かにね、鼻先とかこれめっちゃやりやすそう。私の低い鼻でもこんな感じとか、ぼかさないとさすがに丸って感じだけど、これをこうして、あ、
すごい良きじゃないですか。もっと鼻先がツンってなってる人とかだったらぼかさなくても良さそう。ことか。あ、もはやこれはこのままでも良さそうな感じしますね。軽くなじませてもいいかもだけど。鼻高く見えます。顎とかにも結構ぼかすとすっごいなじみます。そのぼかし具合も自在な感じがしますね。あんまりぼかさなくてよかったらここまで強くなるし、結構広げるとこういうナチュラルなツヤになるし。ゴールドはちょっとこの辺とか結構いつも入れるときやりにくいなって私思ってたんですよね。指とかだとこれだったら簡単に入るし。あ、ここめっちゃ入れやすい。パールが大きかったりラメが大きいわけじゃないのですっごいナチュラルなんだけど、ちゃんと顔に立体感を出してくれるようなアイテムです。ありそうでなかったコスメですね。はい、それでは次こちらです。エクセルのオーラティックブラッシュ6と7番が新色で出ています。見ていただいても分かる通りグラデーションになってるんですよね。こっちの方がまあ血色カラー、こっちがツヤ感のあるハイライトになっていて、使う場所、まあ、この辺メインで使うとかこっちメインで使うとかでも一つのチークなのに見え方変わるし、どういう風に混ぜ取るかでいろんな表情を楽しむことができるチークになっています。結構立派なブラシがついてるのも嬉しいところで、しかもちゃんとねこう置く場所があるんですよ。こうやって意外とこれ嬉しいですよね。色は6、7でこんな感じになっています。既存のものは使ったことあるんですけど、色は割としっかり出る高発色になってます。ピュアカラーキープ処方っていうのを採用していて、高密着でつけたてのカラーが長く続くのもポイントです。触り心地も結構しっとり感のあるチークで、パウダーであることには間違いないんですけど、パサつきもなくてちゃんとこう潤い感を保ってくれるような質感になってます。ちょっとまず6番塗ってみますね。割とハイライトの方もしっかりとって今塗ってます。ちょっとわかりますかね、こっちと比べるとオレンジ感が出ているのが。7番の方ちょっとプラムっぽいカラーしてますかね。うん、結構違いますね。こちらの方がピンクよりはもう少し深みのあるローズっぽさもあるカラーをしています。意外となんかアクセントになって、こういう外しのチークも可愛いですね。こんな感じです。まあ、こっちもでも可愛いし、私が普段よく選ぶのはこういうカラーです。透明感があるように見えるかな。はい、でさっきもちらっとね Be Idol の時に出てきましたが、エクセルのリップベルベティスト、こちらも9番と10番新作で登場しています。質感としてはこんな感じでマットリップなんですけど、粉っぽさとかパサつき感のないレア感マットな仕上がりになっています。塗り心地も今見ていただいた通りですごい滑らかに広がっていきます。ちなみに今のが9番、最初塗ってたやつですね、あの Be Idol の時に。でこれが10番、パープルとブラウンとレッドが混じったような大人なカラーです。マットリップなのでそもそもねマスクとかにも映りにくいんですけど、唇にしっかりフィットする密着コーティング処方を使っているので色持ちも長時間いいのが嬉しい宝ですね。これ今9番塗ってます。9番はねオレンジっぽいんですけど、秋っぽさのある深みのオレンジですね。かなりしっとり感があって、唇なじませた時もパサッとしません。蜂蜜やワセリン、アルガンオイルといった3種類の美容液成分も入っていて、このかさつきから唇を守ってくれるみたいです。多分それもあってかテクスチャーとか塗り心地、触り心地もすごいちゃんとしっとりしています。でこれが9番です。意外とここで見るよりも赤っぽさがあるかもしれないですね。なので割と人を選ばずに使えそうな気もするし、ちょっと10も塗ってみましょうか。はい、10番塗りました。こんな感じです。やっぱでも9と比べるともっとちょっと暗い感じになるというか深み出てきますよね。皆さん的にはどうでしょうか。どっちが好きかな。冬っぽいのはこっちかな。ただ普段メイクで合わせやすいとなると私的にはこっちの9番な気がする。人によってでも変わりそうですね。しっとりしたマットリップ探してる方にすごいおすすめです。はい、ということで本日はプラザで買える新作コスメレビューということで動画を撮っていきました。結局最後はやっぱチークの色を合わせた方がいいかなと思って、こっちに塗ってた7番の色エクセルとリップは10番使ってます。アイシャドウはあの&B ちょっと違うのですけど左右で塗ってます。プラザとかって本当に狙ってるねコスメとかがあって行くと、なぜか5000円とか1万円とかパッとね飛んでっちゃうような、まあ、コスメ好きにとっては本当に魅力的な場所だと思うんですけど、皆さんも気になるコスメがあればぜひ行ってみてください。それでは本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。